マイチッチ TV をご覧の皆さん、こんにちは、平島なつみです。今回私は女ヒエラルキー底辺少女という作品とメイクルーム2という作品に出させてもらっています。底辺少女の方はですね、女子高生役で普段友達からブーと呼ばれてちょっと虐げられてる女の子なんですけど、そんな女の子の頭の中妄想を描いたとっても面白いぶっ飛んだ作品になっています。メイクルーム2はですね、AV 現場の撮影の現場のメイクルーム裏側のあのワンシーンをこう切り取ったような、なんだろう、何を見せたいかって言われるとちょっと分かんないんですけど、でもなんかお仕事コメディな感じで、あの予告編とはまた違った面白さのある、メイクルーム2だと思っています。皆さんぜひ両作品とも見てください。